あ、いらっしゃいませ。モナちゃんパパいらっしゃいませ。一番さすがです。あ、牛田さんもいらっしゃいませ。今日は忙しかったですね。あっち行ってこっち行ってですからね。あ、林さんもいらっしゃいませ。こんばんは。よいしょ。あらら、あ、若菜ちゃんも来てくれてる。いらっしゃいませ。こんばんは。うわ、堀川さんも、菱田さんもありがとうございます。こんばんは。あ、ダソンさんもいらっしゃいませ。あ、チェロキーさ、あ、モナちゃんパパ、はい、サソリ座の、チェロキー時代の、あ、そうね。若菜ちゃんもね、チェロキーのボーカルだったよね。はい。あ、こんばんは、こんばんは。もうね、牛田さん忙しかったですよね、本当に。長草さんもいらっしゃいませ。あ、皆さん来てくださって嬉しい。もうね、なんだっけ。今ね、はい。あ、ちょっと待って。伝説のバンドの話。牛田さん。本当に伝説のバンドなんですよ、あの、チェロキーっていうバンドは。はい。あ、林さん、どうぞどうぞ。お席はこちらですからね。いらっしゃいませ。いやいやいや、あの、8時50分まで、ライバーのスージーの、ところにね、行ってらっしゃった方もいらっしゃるんじゃないかな。あ、二次会ですね。あ、桑原先生もいらっしゃいませ。こんばんは。今日も肌綺麗に映ってるかな。はい。そう、二次会。ようこそ二次会へ。モナちゃんパパ、最高。そうですね。いやどうだったんですかね。私、今日はちょっといろいろありまして、スージーのね、ライブ配信見られなかったんですけど、はい、今日はねちょっと浴衣着てみました。もう6月ですからね。暑い。 I hate summer。 はい、そうなんですよ。あ、ちょっとお待ちください。よし、若菜よしえさん、そうですよね。ゲスト、お互いゲストボーカルですね。あの、伝説のバンドチェロキーの。あ、神様いらっしゃいませ。あ、そうなんです。ヘッドドレスちょっとパワーアップしちゃって、ちょっとやりすぎたかなって思うんですけど、まあとりあえずつけてみました。なんかめでたい感じでしょう。こんもりしたの作りたかったの。こんもり、そうなんですよ。あ、イベッチもいらっしゃいませ。東京から。あ、スージーさんもお忙しい中ありがとうございます。あの、今日はちょっとね、準備がありまして見られなかったんですけれど、またお邪魔しますね。あの、ライブ812でしたね、そちらの方。あの、ライバーの数字も見に行きます。大畑玲子さんもいらっしゃいます。こんばんは。あ、酒井さん。酒井さんいらっしゃいませ。これ酒井さん、あ、そうなんですよ。よ、あ、浴衣、あ、そうなんです。ありがとうございます。あの、桑原先生、今日は浴衣です。はい。はい。もう皆さん、あの、ちょっと待ってください。BS1 の、番組、皆さん、録画されました？まだ間に合いますからね。すぐにでも、NHKBS1 の世界とつながる夜、ウクレレでリレー音楽会第2弾っていうのを、録画していただけたらなと思います。はい。あ、大畑さん。あ、小林さんもいらっしゃいませ。大畑さん、ぜひ今回の見てくださいね。はい、前回の見てた。ああ、よくありますよ。あ、さすがです、こまちゃん。予約済み。最高です。はい。まあ、後で見るの楽しみね。まあ、右目で、マーサの部屋。そして左目で BS1 とか見ててくださってもいいかもしれないですね。なっちゃんいらっしゃいませ。こんばんは。いや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 、皆さん来ていただけて嬉しい。このね、忙しい日曜日の夜。はい。また今週も抽選となり気づきました。いやいや、今週はもう抽選しませんから。はい。あ、いえいえ、お酒井さん、私、ちゃんと、BS の方、録画、予約録画してありますんで、見るのがすごい楽しみなんですよ。本当に。ね、酒井さんは今、ニューヨークにいらっしゃるので、ライブでは見られないんですよね、確か。確かね。でもなんか、いつかきっと見られるっていうか、まあ、出られてますからね。うわ、楽しみだな、楽しみだな。あ、そうそうそう。しまったの、今日ウクレレをジャジャンって出して、ジャジャンって弾こうと思って忘れてました。ちょっとね、バタバタしてましてね、忙しいね。なんだか最近の最近は なんていうんですかね、あれ見なきゃいけないとか、これ見なきゃいけないとかっていうのがいっぱいありまして、はい。あ、千代ちゃんもいらっしゃいませ。 from New York。 いやいやいや、そう、アメリカの様子はいかがでしょうかね。
はい。あ、おいら見られない。坂井さん見られないの？きっと誰かが録画しててくれるから大丈夫。はい。あ、ちょっと、あ、ごめんなさい。眩しくなっちゃったね。はい。ですね。まずまさんもいらっしゃいませ。アマビエちゃんかわいい。はい。あ、牛田さんも録画して楽しみにしてます。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。坂井さん。はい。ちょっと待ってくださいよ。あ、吉井若菜さん。一次会の親方スージーライブ8時では懐かしのチェロキー話で盛り上がる。そうなの。チェロキー話、うまく言えない。チェロキー話でね。そうだったんですね。へえ。じゃあ、若菜ちゃんも今二次会なんですね。いいですね。この流れいいですね。皆さんこのまま来ていただけるんじゃないですか。これは、スージーでは日曜日は8時50分まで配信しててもらった方がいいってことですね。ね、ちよちゃんおはよう。はい、日曜夜は競争率高いです。本当にね、そんな中、ようこそ皆さん、本当に。いやいやいや、普通に笑っちゃった。ごめんなさいね、牛田さん。すいません。はい。いやいやいや、もうみんな、酒井さんの大ファンです。はい。チェロキーに反応して。ね、チェロキーはね、もう、なんていうんですかね、あれは、まあ、私とね、スージーの出会いの場所だったりとかもしますし、あ、奥アッキーいらっしゃいませ、浅野さんもいらっしゃいませ。そうなんですよ、このチェロキーの話をし始めると、ちょっと長くなるんですけど、で、若菜ちゃんももし今いるんだったらね、思い出話でも、ここでもしますか。伝説のバンドチェロキーね。はい。あ、川島さんいらっしゃいませ。はい。あ、川島さん同士がご挨拶されてますね。いいですね。もう私そういうの大好き。本当にもうずっとこんな感じでやってほしいと思います。さあ皆さん、まずはね、今日暑かったでしょ、暑かったでしょ。あとは喉乾いてませんか。ということで、ちょっと皆さんおのおのね、ドリンクをね、ご用意していただけたらと思います。松本さんもいらっしゃいませ、こんばんは。じゃあ私もね、作りますから。さあ皆さん何飲まれるんですかね。あ、そう、小林さん、伝説のバンドチェロキー。 ねえ、なみちゃんこんばんは、いらっしゃいませ。ちょっと伝説のバンドチェロキーの話なんかもしてますけど、それ何なんだってわからない人はもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、質問してください。答えます。菱 川さんいらっしゃいませ。あら、今日午前中、弁天や T シャツ着て農作業していました。ありがとうございます。ね、いろんな場面で使っていただける弁天や T シャツ。ありがとうございます。川島学さん、チェロキーのバーボン片手のまずはまあまあ素敵でした。え、ちょっと待って。ちょっと待って、それは、写真でご覧になりましたか？写真でね。あ、きっとそうですね。いやー、あれはジュリーメドレーだったかしらね、スージー。あ、いとこいらっしゃい。カチューシャかわいいね。ありがとう。すごい持ってみた。先週のにバスバスくっつけてみた。ありがとうございます。あ、もちろんグリーン。いやー。じゃあちょっと、私も独自に飲み物を。あ、これ好き。いただきます。今日はね、暑かったですからね。かわいいポンポンありがとう。 佐野さん、こういうのに反応してくれる佐野さんの、いいですよね。素敵です。ありがとうございます。それでは皆さん、お飲み物を高く掲げて乾杯しましょうか。あ、イエス、ジュリーメドレーですよね。はい。チェロキーのホームページの人、あ、そう そうだったんですね。チェロキーのホームページに、はい。あ、ハイボールの方、あとは、ビールの方、あとは、多分オレンジジュースのコマちゃんとか、あとは、この前、お酢のドリンクでしたね、牛さん。ね、あ、ヨーグルトで乾杯。酒井さん、そちら朝ですからね。それでは皆さん、乾杯しましょうか。それでは、もう、12回目ですよ、バーチャルスナックマーサの部屋。早い。だったら一回り。12回目を記念して皆さんと一緒に乾杯したいと思います。乾杯、乾杯、乾杯。ありがとうございます。あ、ミサちゃんもいらっしゃいませ。乾杯。あ、今日はレモネードいいですね。なんか流行りな感じがします。
乾杯、モナちゃんパパも。コマちゃんもね。いとこも乾杯。いとこ何飲んでんの？ひじやさんも乾杯。コーヒーで乾杯。あ、いいですね、コーヒーも。乾杯、長草さんも乾杯。あ、いいですね。いやー、もう喉を潤していきましょう。ピーチグリーンティーで乾杯。あ、素敵ですね、桑原先生。あ、チェーズ。オレンジジュースの菱川さんも。ハイボールの方、おっと、若菜ちゃんかな、もしかして。若菜ちゃんね、乾杯。若菜ちゃんっていうとね、なんかお酒をよく片手にっていうのがすごくイメージですね。ニューヨークの千代ちゃんは豆乳、素敵です。はい。今日が、あ、今母がウクレレの番組始まったよと呼びに来ました。リビングで、両親はリアルタイムで見てるみたいです。いいですね、酒井さん。大ファンがいっぱいですよ、日本には。特に中部エリア。乾杯。あ、久保田さんも乾杯。お久しぶりです。あ、今日は酔っ払ってないですか？いいですね、さすがいとこ。もちろんビール。いやー、もう喉を潤していきましょう。ああ、今日ね、実はね、何も考えてないの。なんか喋ろうかなと思ってたの。っていうのも、実はなんか前回ね、乾杯じゃないです、乾杯もしましたけど、抽選したでしょ、10回記念の生抽選。なんかそれでちょっとね、軽く燃え尽きてる感じがするんですよね。 いや、いけないなって思いながらも、なんかどっかで燃え尽きた感があるんですよね。なんか心のどこかにちょっとした灰を感じてるんですよ。いやー、いけないなと思って。まあでもね、きっと暑かったせいもあると思います。なんだかね。 いや、先週楽しかったな。いやね、抽選あれ、またやりたい。なんかもらってもらうっていうのがすごい私にとって嬉しかったみたいです。 はい、誰ぞ愛の手を。 愛の手、愛の手とかね。 ね、なんかまたできたらいいなと思います。はい。いやー、ね、なんかちょっと今盛り上がったのが って感じですね。ちょっと今日は、はい、あ、20回記念にかけてね。そうですね、はい、そうそう、いとこ、今日はね、話すことリストは ない。そう、ないの。 あ、ちょっと頭の中にいますね。小林さん、20回記念に向けてね、頑張っちゃおうね。ノープランなら歌っちゃって。あ、おお、牛田さん、解決策はまた抽選、また抽選、久保田おっしゃった。また抽選しちゃおうかな。あ、久保田さん、またすねに酔ってるんですね。さすがです。明日お仕事ですからね。いつでもね、いつでもベッドに行っていただいて結構ですよ。ちゃんと久保田さんがいらっしゃったことは確認できましたんで、お約束通り来ていただいてありがとうございます。そう、マサさん燃え尽きやすいですよね、スージさん。そうなんですよ、燃え尽きやすいんですよ。導火線は短ければ燃え尽きやすさもすごいですよ。はい、毎回抽選会、それもどうかな。あ、こんな時は弁天ちゃん音頭。なるほど、佐野さん。あ、歌詞がちょっと今出てこないですね。はい。明日のジョーのような真っ白に今なってますか？いや、まだ大丈夫。まだ大丈夫。相手はホセ面倒さでしたっけ？力石徹でしたっけ？明日のジョー。 いや。あれ、今日って満月でしたっけ？今日満月？なんか月がどうっていう誰かの書き込みを見たような気がしたんですけど。あ、すごい。なっちゃん、リアルタイムで BS 見てます。おー、なっちゃん、ありがとう。嬉しいね。どんな様子か、今私は全く見られないんですけど、後で見ますね。はい。
石川さん、この間英語の授業で LGBT の話をしました。おお、いいですね。LGBTQ とかなんか、まだ後ろに続くんですよね、確かね。あ、満月は昨日でしたか、いとこさん。よくあります。あ、そうそう、ストロベリームーン、牛、ありがとう。昨日がね、そのちょっと特別な月の日だったんですよね。あ、みんな教えてくれる、ありがとうございます。おかっきーさんも。昨日ね、ありがとうございます。そうですね、ストロベリームーンは、ピンクですか？あ、ピンクでしたか？私、昨日夜、外見てないな。ストロベリー、あ、いいですね。神様、皆さん教えてくださってありがとうございます。ね、佐野さん、ストロベリーお好きでしょ？ねえ、みんな詳しい。もう何かあったら皆さんに聞きます。さすがクラウドの皆さんですね。ありがとうございます。あれ、一作、あ、長草さん、美味しそう。なんかちょっと乙女な感じしますよね。あれ、一昨日かと思った。国によってですか？どうかな。昨日曇ってましたね。あ、だからかな。だから、いやいや、とも限らないの。昨日私が月を見なかった理由は。なんかいろいろお月様見るのもいいですよね。今だったら昼間暑いんですけど、夜は涼しかったりとかして、ちょっと散歩になんか行っちゃおうかななんて思ったりしますよね。あ、千代ちゃん、ありがとう。ちょっと待ってください。 LGBTQQIAAP、 いろいろ続きますね。菱川さん、今はちょっと LGBT よりも長いです。川島さん、夏の満月は南中高度、あ、読み方間違ってたらごめんなさいね。南中高度、南中高度が高いので、あ、たあ低いので太陽に近い色になるので赤いです。あ、そうなんですね。皆さん本当詳しい、ありがとうございます。はいさん、アイスのみ食べたくなっちゃいました。 あれ美味しい、あれ美味しいですね。ね、川島さん、で、6月はいちごの季節ということもあってストロベリーなんだよ。へえ、そうなんですね。ありがとうございます。合ってます、合ってますって、もう一人の川島さんもおっしゃってます。ニューヨークの弾き語り、素敵でした。あ、これはもしや、酒井さんのニューヨークの弾き語りですね。ああ、見るのが楽しみ。ああ、いいですね。盛り上がりますよ、BS の話で、酒井さん。ああ、これサザンオールスターズの関口さんから渡されたバトンが酒井さんに行ったんですよね。日本だけじゃなくて海外に飛んだんですね。いいですね。そんな方と弁天やお知り合いになってるってありがたい話ですよね、本当に。またね、いつかお会いできるといいな、直接ね、お会いできるといいなと思ってます、本当に。スポイラーだったらごめんなさい。ネタバレってやつね。It's okay, it's okay. You're not spoiling, don't worry. そう、私が実はマーサメモに書いたのはこの酒井さんのことだけなんですよ。 ありがとうございますって言ってますね。あ、いいですね。ね、なんかなっちゃん、またいつかさ、ニューヨークに一緒に行くことがあったらさ、酒井さんのお店行こう。 ね、マンハッタンからあれ1駅2駅かな、クイーンズの方に行ったところに、ウクハットっていうウクレレメインなお店があって、そこに酒井さんはいるはずです。あ、土屋さんもいらっしゃいませ。酒井さん、とんでもないです。もうなんて謙虚な方。よろしく、まあ、もう末永くね、よろしくお願いしたいところです、本当に。なかなかすぐにはね、駆けつけられない距離なんですけれども。あ、井口さんもいらっしゃいませ。お元気ですか？光ってますね、今日も。ねえ、なっちゃん、いつか行こう、本当に。でも、もしかしたらね、ちょっと長い期間、長いスパンで海外に出られないかもしれないので、もうその間にいろんなね、なんていうんですかね、下地を作っておくといいですよね、私たちは。ね、
いやみんな元気かな。今ちょっとしたね、きな臭い匂いがニューヨークとかアメリカの各所であったりとかするじゃないですか。それでもなんだか私の取ってる情報は日本の情報なので、今のリアルタイムのことじゃないかもしれないんですけど、プロテスト、抗議運動が以前よりもちょっとなんかピースフルになったっていう話を聞いたんですけれども、どうでしょうかね。あ、工藤さんもいらっしゃいませ。井口さんも来てらっしゃいますよ。多分まだいらっしゃると思う。はい。ねえ、なっちゃんもね、酒井さんとね、いつかお会いできる日をね、楽しみにね。そう、本当皆さんもね、いつかニューヨークに行くことがありましたら、今ここにもいらっしゃっている、今BS1 の方でもきっと出てらっしゃる、ウクレレマスター、そしてギターのね、マスターの酒井さんにウクハットというお店に会いにぜひ行ってください。で、あとね、ちょっと高いらしいんですけど、話によると厳選されたウクレレ売ってるそうなんで、もしご興味のある方はそちらでお買い求めされるのもいいんじゃないかなと思います。はい。ね、ぜひぜひ酒井さん、ありがとうございます。いや、もう今日私が言うべきことは終わったな。ありがとうございます。いやー、今日暑かったもんだから、ちょっと頭おかしくなってますね。本当、皆さん、熱中症にはお気をつけくださいね。弁天のね、ウッシーが、インスタとフェイスブックかな、書き込んでたんですけど、ちょっと熱中症になっちゃったみたいで。というのも、マスクをして、暑い中ね、出かけたら熱上がっちゃってとか、なんかそんなことがあるみたいなんでね、これからの季節ちょっといろいろ気をつけなきゃいけないですね。ねえ、うち本当気をつけて。あ、そうですね、モナちゃんパパ、夜はね、涼しくなマシですね。はい。あ、若菜ちゃん、次に弁天屋でニューヨークツアーに行くときは、ファンも一緒に行けるツアー企画をお願いしたいな。それいい。それいい。いいですね。皆さんメンバー聞いてます？私忘れちゃうかもしれないんで、皆さんメモっといてくださいね。よろしくお願いします。あ、いえいえ、ウクハットも、素敵な思い出をいただきましたもの。これ、宣伝じゃないですよ。私の思い出を語らせていただいたんです。はい。ねえ、牛、マスクをしてないと悪いかなって考え方が多分良くない。そうなんですよね。マサさん、お大事にしてね。します。皆さんもね。あ、いとこ、布マスクよりも不燃脂マスクの方が熱中症リスクが高いらしいよ。気をつけ、あ、そうなんですか。使い捨て、いわゆる白いやつですよね。不燃脂のやつ。あれの方が密封性が高いってことですかね。うわ、気をつけよう。最近私は布のマスクを使ってるんですけど、布のマスク。あ、そういえば若菜ちゃん見ましたよ。アベノマスクがよくお似合いでした。若菜ちゃんはね、顔がちっちゃいからちょうどいい感じだったんですよ。あれ私がやったらちょっとアベチックになると思うんですよね。そっか、あ、そっか、不燃脂マスクの方がリスク、熱中症のリスクが高いっていうのは結構皆さんご存知なことなんですね。気をつけます、気をつけます。皆さんも気をつけてね。で、あとは水分補給ね。あ、マスクしてると飲み物飲むとかちょっと面倒だったりとか感じません？これちょっと頑張らないといけないですね。頑張って水を取らなきゃいけないですね。ね、不織布、あ、すいません。不織布、ありがとうございます。不燃脂じゃない。不燃脂って何？ 私のわからないことは皆さんが教えてくださる。ありがとうございます。僕も布マスクにしました。確かに涼しいです。あ、そうですか、菱田さん。私もそうしよう。もうね、
暑くて、ただ私すごい汗かきなんですけど、布マスクしてても布マスクがベタベタになるくらい汗かいてるんですけどね。いとこ、そうそう、まだ、だからマスクしてるとついつい水分補給が遅れちゃうから要注意なんだって。ねえ、そうだよね。布マスクは汗を吸うからありがたいです。確かに、そっか、牛。汗を吸ってるからベタベタに汗濡れてるって、ただそういうことなんですよね。不織布。不織布は汗吸わないですもんね。マナちゃんパパ。メガネの人は大変そう。マスクとメガネで覆いまくり。そうですよね。そうなんですよね。メガネ曇りますしね。はい。不織布マスクは英語で言うと、なんて言うんだろう。アメリカチームがいます。不織布マスクを英語で言うと何て言うんですか、アメリカチーム。サージカルマスクですかね。この夏意外にもアベノマスク役に立つかも。 そうかもしれないですね、石川さん。 多分コマコのメガネは大丈夫。多分コマちゃんのメガネは大丈夫でしょうね。あれ、知ってました、ガラスレンズは入ってないんですよね。フェルト神様、フェルト、これフェルト、不織布、フェルト、フェルトね、不織布だから。でもあれはね、フェルトっていうと羊毛だったりするかもしれないですね。ノンウェーブンマスク、そうなんですね。ありがとうございます。ノンウェーブンマスクだそうです。不織布で合ってましたっけ？織布。不織布。ノンウェーブン、ノンウェーブン。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。若菜ちゃん、ノンウェーブンだそうです。そうか。サージカルマスクって違う話かな。なんか医療用のやつだとサージカルってどうしてもつけたくなっちゃうんですよ。不織布、ありがとうございます。今日ね、不織布をね、私は学びました。で、このマーサの部屋で皆さんも何かを学んでいただくと 嬉しいなと思います。 皆さん不織布ご存知？不織、ノンウェーブン。発音合ってますかね？ノンウェーブン。これで合ってますか？ノンウェーブン。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 何言ってんだろう。ちょっと晩ご飯食べてないせいですかね。ちょっと頭回ってないです。すいません。また発音記号チェックしときます。ねえ、すごいですよね。みんなよく知ってますよね、本当に。勉強になるバースの部屋よし。ねえ、若菜ちゃん、これみんなが教えてくれるから、私じゃなくてみんなが教えてくれるんですよ。本当ありがたいですよね。直訳なんですね。そうで、ノンウェーブン、これ、追ってないってことですよね。ね、直訳なんですね、これは。面白い。晩ご飯食べてないのよ、いとこ。そうなの、ちょっといろいろ言ってたら。ワーベン。川島さん、ありがとうございます。ワーベン。WO だから、ワーベン。ワーベン。Thank you。川島さんも、あれなんですね。イングリッシュスピーカーなんですね。素晴らしい。ありがとうございます。もう私のわからないことみんなが教えてくれますから。私の記憶はクラウド。ありがとうございます。マーサの知恵袋。私の知恵袋には、お客様の知恵が詰まってますね。ありがとうございます、皆さん、本当に。本当に今日は BS1 のことを言うことしか、本当マーサメモには書いてないんですよね。だからどうしようかなと思ってるんですけどね。本当勉強になります。これ、もしかして皆さん今質問のある人は、
ここに投げかけると皆さん答えてくれますよ、私じゃなくて 他人任せですいません本当に。いやいや、できないことはできないって言えます。いや、分かんないことはいっぱいありますもん本当に。ね、ただもう一個実はマンサーメモには書いてありまして、この8時50分まで、今日のね、8時50分、即時からはマーサーの部屋なんですよ。バーチャルスナックマーサーの部屋。で、8時50分までは、ライブ812っていう、プラットフォーム、アプリケーション、アプリで、スージーがライブしてましたんでね。そこから皆さん、そこで1時間を済ませていただいて、2時間のこちらに来ていただいてっていう方がもう何名もいらっしゃいますね。ありがとうございます。あ、夏子起動。紛らわしい英語シリーズ希望ですね。これ皆さんと勉強していきましょう。はい。よし。紛らわしい英語シリーズ、イエーイ。でね、実はですね、これ、もうご存知の方も多いんですけど、たけしさん、この前当選しました、たけしさんいらっしゃいませ。はい、またまた寝てしまった、おはようございます。 間に合いましたよ。今日は抽選じゃないのでね、無事にたけしさんにね、手拭い届いたみたいで本当良かったです。どうぞお好きなように使っていただけたらと思います。はい、イエーイ、イエーイ。はい、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、確認だと思って聞いていただけたらと思います。紛らわしい英語シリーズね。はい、いいですかね。ね、本当、たけしさんおめでとうございます。皆さんね、寝て起きたら当たってたっていうね、ラッキーな人ですよ。花粉は寝て待ってっていいこと誰か言ってましたね。ルシーだったかな。そうそう、それでもう皆さんがたけしさんにね、祝福してたところが素晴らしかったですね。なんかもう本当お客様いい方ばっかり、ありがとうございます本当に。もうマーサママがわからないことは教えてくれるし、自分のことのようにね、たけしさんが当たったこと当選っていうのも喜んでたりなんかしてね、本当にね。あ、若いらっしゃいませ、ジャドひろずみさんいらっしゃいませ。あ、そうね、牛ね。はい。あ、今東京のね、今はまだお休み中の、和楽器バー、竜宮の宮司のジャドさんがいらっしゃってます。いらっしゃいませ。ねえ、ハロー、若。ねえ、もう若。クラファンお疲れ様でした。本当に。ね。あ、弁天のみんな、ありがとう。わざわざ、ありがとうございます。東京の高円寺にある和楽器バー、竜宮はね、本当、前も言いましたけど、若がね、弁天東京のホームだと思ってくれって、言ってくれたんですよ。本当にね、それが私はもう嬉しくて、もう嬉しくて。ね、なかなかバンドのようにライブハウスをサーキットするようなグループじゃないじゃない、ないじゃないですか、弁天やって。だからどこかで演奏できるところと思ったとしても、なかなか届きにくかったりとかするんですよ、そこまでに。そんな中ね、高円寺の竜宮のね、若が、そんなホームだと思ってくれなんて言ってもらえたの、もう、ありがとう。Thank you、本当に。ありがとうね。あとは、無事に、リオープンする時を待ってます。お知らせください。知らせは、何がなくても、目に入ってきますね。本当に。
いやいやいや、あ、ちなみにこの、ジャド広澄さん、広澄で合ってるよね、ジャド広澄さんはアーティストでもあるんですよ。これは私ここで言ってないですよね。なんだろう、すごい、なんていうのかな、まるで入れ墨のような鯉が登ってますとか龍がっていう、そんな絵を描かせたら、この人はピカイチなんですよ。確かニューヨークにいた時もあれですよね、道端で描いて売ってたりとか、それで好評だったわけですよね、確かね。本当に、あ、絵師、そうですね、絵師 絵師です。 ありがとう、私のわからないことを、モナちゃんパパね。もしご興味がある方いらっしゃいましたら、和楽器バー龍宮を調べていただいて、宮司のね、和歌がどない書いてるのかとか、どんな様子なのかとか、ちょっと見ていただけたらと思いますね。エシス エシね、ごめんね。何でもアーティストって言っちゃえば、なんか一括りで、ちょっとすいません、ちょっと乱暴だったね。 ということで、後々このマーさんの、バーチャルスナックマーさんの部屋の、この、配信の、アーカイブも、名古屋のちんど弁天屋の YouTube のチャンネルにアーカイブとして残すと思いますので、残すはずですので、そこの概要欄に竜宮のリンク入れときますね。あ、なんかちょっとこういうこと言ってみたかったんだ。リンク入れときます。 ね、本当クラファンお疲れ様でした。あれってなかなか精神的にね、いろいろキューってなることもあったんじゃないかなって思いますね。っていうのもね、弁天屋もクラウドファンディング去年やりましたんで、その時のことを思い返すと、なかなかの感じでした。はい、いやいや、全然、いつも俺のこと言ってくれて本当にありがとう、恐縮です。何おっしゃる、ジャドさん。いやいや、どうし、いや、他にね、言うことがないわけじゃないんですよ。いやいや、てかもう、大好きなことは言わずにはいられないですよね。ね、I can't stop. I can't help it. って感じですかね。ね。お、I can't help it. お、じゃあ、ちょっと紛らわしい英語の話、ちょっとしちゃおうかな。ちょっと横道にそれましたけれども、28名の方、あずきちゃん、いいとこに来ましたね。こんばんは、いらっしゃいませ。今日も飲んでる？さあ、じゃあ、あずきちゃんが来たから、ちょっと皆さんに問いかけたいことがあるんですよね。皆さん、パソコン使ってらっしゃいますよね。うん。いやー、もう、わか、マーサはニューヨーク時代に俺たちを助けてくれた恩人。いや、あれは助けたというか、いや、ちょっと、そうね。Do you have the time? Do you have time? Do you have time? Do you have time? うん。Right one. はい。もしかしたら、重複するかもしれないし、聞いた方もいらっしゃるかもしれないですけど、かつてニューヨーク時代にね、怖い人がいるなーって思ってたんですよ、駅でね。あ、怖い、怖、怖、いや、怖そうな人たちがいる。でも日本人だけどちょっと怖そうだなーって思って、違う車両から電車に乗って降りたら、同じ駅で降りていて、帰りに寄ったデリでその怖い人たちがいたけれども、そのこの怖い人たちの一人が、お店の人に、あそこに行くにはどうやって行けばいいんだって、道を聞いていたんで、ちょっと話しかけたっていうのがきっかけで、今こういうつながりがあるわけですね、ジャドーさん。ご縁ですね、本当にね。はい、いや、もう全てがご縁です。もうここのお客様ともね、お話できてるのもご縁ですよね、本当に。はあ、ご縁って素敵。あ、そうそうそう、はい。この菱川さんのこの「Do you have the time?」か「Do you have time?」っていうのは、これは疑問、
質問されたのかな？ Do you have time？ お時間ありますか？ってことですね。はい。運命の開口から聞きますと、感慨深いですね。ありがとうございます、モナちゃんパパ。そうなんですよ。私たちが出会ったのも運命ですよ。ね、本当にドラマみたい。本当にドラマみたいな出会いだった。だって駅でね、ニューヨークだよ。ニューヨークの駅でね、ジンベエとか来てる、ちょっと怖そうな人たちが4人とかいるわけですよ。ね、もうこの辺にいたからといって、気がつかないはずはないんですよね。あ、ボンタケもいらっしゃい。ボンタケともね、長い付き合いですね。はい。ボンタケがいたから私は唯一行ったことのある一回、オンリーワンタイムの福岡は、ボンタケがいたから 行きました。これもご縁ですね。はい。いやいやいや。そう。あ、質問。皆さんに聞きたいんですよ。皆さんパソコンを使ってらっしゃると思うんです。何ですか、大きいやつとか、この持ち運びのできるやつとか、あると思うんですけど、皆さん Windows ですか、それとも Mac ですか。なんかきっとお好みはあると思うんですけど、アーティスト系の人とかね、音楽やられてる方は皆さん Mac かなと思いますけど、今お仕事で使うのはほとんど、事務系のね、お仕事で使うのはみんな Windows じゃないかなって思うんですけど、皆さんどうですかね。これ皆さんこれ勘違いしてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思ってちょっと聞いてみます。あ、Both? Really? Okay。 私も、はい。Do you have time? は、お時間ありますか？ Do you have the time? 今何時？あ、Do you have the time? そうですね。そうでした。Do you have the time? よく聞かれました、道で。はい。あ、今 Windows、昔 Mac、あ、Apple ですね。はい。そして、あ、学校は Windows。あ、そうですよね。今のところ、はい。あ、これ、モナちゃんパパ、これ私読めないです、これ。UBUNTU 派です。これ何ですかね、これ。なんか特別なやつなんですかね。はい。前者は目上の人に時刻を尋ねるとき、後者は気楽に時間あるみたいな感じ。Oh, do you have the time? と Do you have time? この違いをおっしゃってますね。Do you have the time? シチュエーションによるんですかね。私は Do you have the time? って言ったら、What time is it now? っていうことだと思ってました。Do you have time? って言った場合は、ザがあるなしだけなんですけど、今時間ある。Do you have time? だったと思うんですけど、どうですかね。長草さん、前 Windows、今 Mac。お、ちゅうちゃん、どっちも、ウプンツーって言うんですかね。あ、ウプンツーって言うんですね。へえ、ウプンツー。あ、皆さんご存知。え、ウプントゥってどんなコンピューターなんですか？ウプントゥ。このモノちゃんパパも、この長草さんも今時の人ですね。今時っていうのも何なんですけど、あれじゃないですか？プログラミングとかされるんですか？ウプントゥ。ウブちゃんと呼んでます。かわいい。あ、久保田さん、そろそろ打ちます。かなり伸びました。ギターも。だいぶんダメです。すみません。とんでもない。明日のためにどうぞ、ベッドへ行ってください。また来てね、久保田さん。はい。マックに近い LIMUX 系列です。へえ、長草さん、これ読めません。川島さん、それは読めません。LIMUX の GUI、Linux。ありがとうございます。Linux っていうのあるんですね。へえ、あ、桑原先生は Mac なんですね。へえ、そうなんだ。へえ。お、いとこ。まずは何使ってんの？ YouTube とかの編集やるならやっぱ Mac なんだろうね。私ね、YouTube のね、編集はまだやってないんですけど。
マックを買いました。はい。あ、かなちゃんいらっしゃい。はい。マックを。あ、MacBook Air なんですけどね。買いました。少し前に。少し前に届きました。まだ何もやってないです。かなちゃんも、あ、かなちゃんもね、英語喋ります。もうね、ここ、英語率高いですね。いいですね。はい。これ、じゃあ、質問です、質問です。Linux は、Linux は Linux って言うんですね。PC じゃないんですか、Linux は。はい。あかなちゃん、こんばんは。届いたんですね。おめでとうございます。そうなんですよ、吉田さん。届きました。やっと届きました。ありがとうございます。今まだ携帯からやってますけど、届いたんです。はい。かかりました、時間が。1ヶ月くらいね。はい。そう、私、今日、ここで、皆さんに、確認したいなと思ったのは、Windows と Mac なんですよ。Windows と Mac、だから Linux がちょっと何になるのか、ちょっと Mac 寄りのって言われてるの、ちょっとよくわからないんですけど、そうなんですよ。手元に、私の手元に、オーダーしておいた、MacBook Pro、あ、プロじゃない、ごめんなさい。MacBook Air が届いたんですけど、そうすると、セッティングとか、なんか初期設定とかをね、YouTube とか見ながらするわけですよ。はい。お、長草さん、OS の種類なので全部 PC ですよね。お、君さん、お、届いてないです。ニューガジェット導入、そうなんですよ。まずは。やっと初期設定しただけなんですけど、これからですよ。何か私がこれからすごいことをし始めるかもしれないんですけど、燃え尽きたらどうしようって思ってます。届いた時点で、私だから。はい。マックはおしゃれ、これに尽きる。ああ、かわします。ああ、モナちゃんパパ。あ、かな、井上さん。あ、かな井上さんもマック派だっていうのは知っています。はい。で、ところで、その、Mac 持っていらっしゃる方、PC 持っていらっしゃる方も、このデスクトップですか？それともなんか、いわゆる持ち運びのできるタイプですか？どっちなんですかね？で、その時の英語の言い方を、英語での言い方を、その YouTube を見ながら、ああ、とかって思ったことがあって、皆さんにちょっと問いかけようかなって思ったんですよ。ね、Mac はいいですね。かなさん、Mac は。なんかわかんないことがあったら教えてもらっていいですか？まだこれからです。まだね、ピッカピカなんですよ。OS とはオペレーションシステムね。あ、ありがとうございます。OS、はい。オペレーションシステム、これで動きますってやつですよね。はい。そうなの、なっちゃん。ラプトップ、これが言いたかったんですよ。ボンタケ、本業はマック、副業はウィン。あ、そうなんだ。かなちゃん、あ、私は、本当か、私より知ってる。はい。ノート PC を2台使っています。菱川さん。はい。俺デスクトップ。あ、川島さんデスクトップ。長草さん、デスクトップとラップトップのこと、サンキュー。それなんですよ。あ、編集は iPhone。かっこいいです、かなさん。すべて iPhone でできちゃう、あなたが天才。そう、私が今言いたかったのはですね、Mac と Windows ですね。はい。菱川、そうなんですよ。おっしゃる通り、正しくはラップ、膝の上で使うんですよね。そうなんです。だからラップトップっていいんですよね。ノート、パソコンっていうのは英語じゃないんですよね。はい。牛田さん。Mac だけど OL 時代ずっと Windows だったから Mac の使い方全然入ってこない。ガンガン使ってた時の記憶ってなかなか拭い去れないですよね。アメリカ人 PC って言わないですよ。PC 言いますよ。言うと思いますよ。Windows のこと PC って言うんですよね。Mac は Mac って言うんですよ。はい。はい。おお、なるほど。モナちゃんパパ、家族共用デスクトップ、ウェン。デスクトップ、イエス。完全プライベートノート、ウプちゃん。ウプちゃん。
新しい単語は私にとって、うわ、学びが多い毎日。はい、あ、かなさん。はい、ラップトップと言われたとき、何のことか分かりませんでした。そうですよね。そう、あ、なっちゃん、そう、そのはずですよ。PC は Windows なんですよ。だから、ノート PC って言って、Mac のセッティング、初期設定を YouTube でされてる方がいて、すごく混乱したんですよね。だから結構皆さん、もう詳しい方はね、詳しいか、ご存知の方も何言ってんだ、当たり前だろって思ってらっしゃる方でか多い、もういらっしゃると思うんですけど、案外、その Mac と Windows で言い方違うっていうか、 PC ってもう Mac では言わないってことをご存知じゃない方もいらっしゃるんですよね。うん。あ、君のちゃん、同じく、あ、仲間がいた。牛田さん、PC が Windows のことって知ったのは、マーサさんとニューヨークの家電屋さんに行った時に知りました。行きましたね。ね、あ、そうそう。そうだったか、あの時。あ、なるほど。慌てて、外付けハードディスクを買いに走った、あの時ですね。はい。そうなんですよ。Windows は PC。なので、Mac を、PC、ノート PC って言ってると、2つともダメなんですよね。ダメっていうか違うんですね。英語ではなくて、これ日本でしか通じない感じになっちゃうんですよね。ちょっとつけまつげが外れてますけど。はい。だからノートパソコンっていうのは、ノートパソコンっていうのは、日本だとノートパソコンっていうんですけど、ノートみたいに開くからですよね。でもあれはラプトップコンピューター、ラプトップ。ラップトップって言ったらもうそのノートパソコン持ち運びをするタイプなわけですよ。で、ラプトップ、菱川さんもさっき言ってらっしゃいましたけど、ラップっていうのはこの LAP って書きまして、お膝の上ですね。お膝の上で使うからラプトップで、机の上で使うやつはデスクトップ、デスクトップなんですよね。はい。はい。あ、牛田さん。あの時なども私が Windows っていうのに店員さんが PC って言うから Mac 仕様じゃ困るのにって思ってた。わら。ねえ、そうなんですよ。PC って言うと Windows なんですね。はい。ノートブックコンピューター。ノートブックコンピューター。これ、さっきね、辞書で調べたんですけど、ノートブックコンピューターってもう書いてあるんですが、なんか、なんだろうな、会話、よりアメリカ人が解説してるところに行くと、すべてラップトップって書いてありましたね。私が見てるところでは。はい。ここ、重くなるとうまくチャット打てないね。あ、そうですか。そうですか。大変失礼いたしました。でも、ちょっと私にはどうすることもできなくてすいません。ごめんなさい。はい。石川さん、県立高校教諭は去年9月にラップトップ1台とタブレット1台、合計2台支給されました。ラップトップはネットにはつながずに情報を守る。その分タブレットはネットにつなぐ。そんな感じです。あ、使い分けてるんですね。へえ、そうなんですか。支給っていいですね。イエス。ラップトップ1台、タブレット1台、合計2台。タブレット、うん、さすがです。あ、大畑さん、みんなで勉強しよう。はい。いとこ、なるほど、ラップトップって聞いたことあったけど、そういう意味だったのね。そうなんですよ。お、そうなんですよね。膝の上でやるとやけどするぞ、大竹君。ボンタケ、そうね。熱くなるね、熱くなるね。特に MacBook Air、 あれ、ファンがないのかな。こんなに熱くなるの って思ってびっくりしましたね。男性注意。女性もそうだけど、男性の方がより注意かもね。そうね、皆さん気をつけてね。熱くなりますね、あれね。本当に。いやいやいや。ああ、もう今日私の言うべきことは終わった。なんてね。もう10時。すいません、なんかちょっと。
エネルギーが切れてきたかもしれないです。なんか私をみんなで元気にしてくれないかなって思います。いや元気なんですよ、ちょっと腹が減ったっていうことなんですよ。腹が減ったといえばね、まるで食テロのようなあの腹ペコグルメ部だったりとか、あとは宅飲みスージーでのライブクッキングとかね。あ、ラブ注入、センキュー、いただきました、モナちゃんパパズキューン。何やってんだって言わないでください。ズキューン、いただきました。ちょっと元気になった気がする。よし、さあまだ行くぞ。まだ付き合ってよ。さあ飲んでこう、飲んでこう。うん、ありがとうございます。いやそうなんですよ、水曜日はね、宅飲み数字。この前何作ってましたっけ、何作ってきたっけ、水曜日の宅飲み数字。お好み焼きは一個前ですよね。マーサさんがお腹空いてるなんてそれは大変すぎます。そうですよね、牛ちょっとね手が震えるんじゃないかと思ってドキドキしてます。あ、朝文酒井さんからラブ来た来た、いただきます。牛は食わねど高いおち。あ、チーズだっかりびありがとうございます。牛、いやちょっと頭に血回ってないかもしれないですね。まあまあそれだけじゃないんですけど、マーサママの記憶の薄さ、クラウドがある。はい、チーズダックカルビ、あれもうなんかね、この前すごい早くできてましたね。あれびっくりしましたよ。なんかどっかでああとかって言ってるのを期待してたんですが、それがなかったですね。たまにはそういうこともあるんだと思って、近くに誰もいないのが反対に良かった。あ、チーズダックカルビ、きしめんダックカルビで、そうね、ありがとうございます。シンシナティからも教えていただきました、桑原先生ありがとうございます。近くに誰もいないのが反対に良かった。誰もいなかったですね。数字だけでした。お腹減りまくって極限来ると腹痛くなる、なるかも。どうしよう、お腹痛くなったら私ふっと消えますね。今のところ大丈夫。うん、プチシューないの、プチシューないの、今日プチシューがないの。実は先週もあの生抽選があるからと思ってプチシューを準備してたんですよ。けどあの抽選の準備などですっかり忘れてまして、冷蔵庫の中に入れたままだったんですよね。あの生放送、あの配信を終えてから一気に食べたんですけどね。そう、10回、ま、バーチャルスナックマーサの部屋の時は、ファミリーマートのプチシューだったんです。あれ10個入りけど、先週はセブンのプチシューを買ってきてたんですよ。あれね、もう一回りちっちゃくて12個入りだったんですよ。はい、うなぎを神さん、うなぎを冷凍庫からちょっとね、うなぎはねまだあるの知ってるんです。はい、まだありました。声かぜる感じね。はい、皆さんね、あのうなぎ好きですね。ちょっと時間かかりますけどね、白焼きになってって凍ってるんでちょっと時間かかります、食べるまで。うなぎのタレだけで十分かな。いやいや、タレじゃなくてもいいかな。そうそう、チーズダッカルビでした。きしめんダッカルビね、うまくできててびっくり。皆さんどうでした？あれも食テロと、まあ、食べることを、食べ物のことを思い出す、ちょっと気が遠くなりそうですけど、大丈夫、まだ大丈夫。あれ見てるとね、あのそう、水曜日のね宅飲み数字を見てると他に何もできないっていう。でもなんかこの前の水曜日はちょっと落ち着いて見てたんで、まるで違う番組を見てるかのようでしたね、本当に。私の中では皆さんどうでしたか。ね、いや
さあ PC のことも言ったし、宅飲み数字のことも言ったし、ライブ812でほぼ毎日のようにスージーがライバーとして活躍しているっていうのを最初の方に言いましたね。言いましたね。言いましたね。そしてもう番組は終わったのかな？BS に、NHK の BS1 で、「世界とつながる夜ウクレレデイリレー音楽会第2弾」がやってましたので、皆さん録画しましたかっていうことと、さっき PC と Mac の話をしたっていうのと、そんな感じでしたね、今まで。まだ確かアメリカ組がいるんで、もし英語のことで質問があったら、あとは高校英語教師さんもいらっしゃいますんで、私さん帰ってきた、帰ってきた、モナちゃんも帰ってきた、もしなんか英語のことで質問とかあったら、今聞くといいですよ。今私ちょっと思いつかなくて、思いつかなくて、タブレットはタブレット、タブレット、急に質問ないかって言われてもね、みんな困っちゃいますね。困っちゃいますね。じゃあ、もし質問がないようだったら、マーさんの昔話しちゃおうかな。かな、井上さん、西と東の英語の面白い違いを、西の英語と東の英語の、西海岸と東海岸ってことかな？面白い違い。なんかありますかね、皆さん。グッドイブニングは？何時ぐらいから言いますか？おー、モナちゃんパパ。皆さん、グッドイブニングは、グッドイブニングは何時ぐらいから言いますか？お、なっちゃん。ラップトップ以外に親しまれているモバイルパソコンの呼び方ありますか？あ、いいですね。質問がいっぱい来てますね。まずかなさんの西と東の英語の面白い違い。私が知ってることは、東が早くて西はゆっくりとかぐらいしか知らないですね。あ、でも私は東といってもニューヨークしか知らないからな。そう、何か西と東の面白い違いご存知の方、ぜひここでシェアしてもらってもいいですか？で、グッドイブニングは何時ぐらいからいますかね？何時から？何時から？え、何時から？グリーブニング。6時ぐらいですか？これ皆さん違うんじゃないですかね、感覚的に。日が高かったらどうですか？ 8 時、7時半でもとかありますよね。お、来た。酒井さん、ありがとう。6時かな？夕方の6時。明るくてもグッドイブニングになる？でも、あんまりなんか仲のいい人たちだと、グッドイブニング、グッドイブニングってあんまり言わないことないですか？ Hey, what's up, yo! みたいな感じになっちゃいません？黄昏時。黄昏時っていうのは、日が落ちてきてっていう時のことが黄昏ですよね、きっと。6時ぐらいかなっていうのと、あとは黄昏時。黄昏時？かもしれない。ちょうちゃん。おお、ちょうちゃんいいですね。often は、often 派？ often 派？私は often 派です。しばしばって意味ですよね。しばしばでしたっけ？私も often 派です。often 派の人。オフトゥン派の人いるですよね。あ、普段の会話では使わないですよね。桑原先生、そうですよね。
なんかもしかしたらなんかオフィシャルなところとか、あとは行ったお店の、何ですかね、行った食べ物を食べるレストランとかの、なんていうんですかね、ホストの方とかホステスの方がちゃんとご挨拶をっていう時には、グッドイブニングって言ってくださったりとかするかもしれないですけど、友達同士とかは言わないですよね、あまり。はい。あ、皆様ありがとうございますと、モナちゃんパパが、はい。わ、そんな感じでよかったですか？なんかもしかしたら、学校とか、中学校とかだと、何時からグッドイブニングですよとか、それまではグッドアフタヌーンですよっていうようなこと言われるかもしれないですけど、まあ実情はこんな感じってことみたいですね。はい。あ、なっちゃんおかえり。ワッツアップも言いますね。はいはいって言ってます。はいはいって。あ、若菜ちゃん、学校ではオーフンって習った気がする。おお、これしばしばのオフンかオフトン、どっちでしょうっていうので、若菜ちゃんはオフン。あ、中西部はおお、オフンっていうんですね。オフン、あ、オフンですね。オフトンじゃなくて。T は言わないって感じですかね。お、菱川さん、オフトゥン。オフンをオフトゥンというものはイギリス英語と教えています。あ、そうですか。イギリス英語がオフトゥンなのような。これ言ってますね。そう、私がいた時の私の周りの人たちは皆さんオフンでしたね。イギリスがオフトゥンっていうのはなんとなくイメージつきますよね。おお、なるほど。でも、私がいたのはニューヨークだったんで、いろんなところから来ている人、アメリカでもいろんなところから来ている人がいたりとか、世界中から来てた人がいたんで、確かにオフトゥンって言ってる人もいらっしゃいましたけど、少なかったように思います。はい。あ、神さん、イーグルスのホテルカリフォルニアの歌詞を聞いていると、オテオ・カリフォーニアと歌っているようですが、フランス語のように H を発音しないのでは、なぜなのでしょうか？おお、いい質問ですね。うん。H を発音しない。おお。ホテルがオテオにな聞こえるってことですよね。一応英語では、H は発音するんですよね、ホテル。これ多分、もしかしたらこのリンキングでそう聞こえちゃうんじゃないですかね。皆さんどう思います？酒井さんは歌を歌ってらっしゃいますよね。ホテルカリフォルニアにと歌っているようだそうですけども。もう一回聞いてみようかな。Welcome to the hot the hotel.カリフォルニアですね。はい。あ、多分ね、つながって、そう、喋ってる英語と歌ってる英語ってね、ちょっと聞こえ方と発音の仕方が違ってる場合もあるんですよね。ってのもあるかもしれないです。マナちゃんパパ、ありがとうございます。オーマイゴッドはみだりに使ってはいけないと、っていうのは本当ですか？私は本当だと思いますね。オーマイガーって言ってる人たちは、主にキリスト教の人たちが多いと思うんですよね。キリスト教とか、例えばイスラム教とか、あとはユダヤ教って一神教じゃないですか。なので、私たちが言ってる神対応とかって、なんかいろんなところに八百万の神がいる、日本多神教の意識とは全然違って、もう一つしかガーとかいないので、私たちが「オーマイガー」っていうのはなんかちょっと違うような気がします。いけない、みだりに使ってはいけないってどうなんですかね。私はあまり使わないようにしてますし、代わりに「オーマイガーシュ」っていうようにしてます。ガーシュって代わりにね。はい、吉江若菜さん、歌になると会話の時と違う発音になる歌詞って結構あるの。そうですよね、若菜ちゃん、さすがシンガーさん。
結構変わりますよね。今ちょっと例が出ないんですけど、いろんなところで変わってきますよね。例が出てこないですね。失格。はい。宣教師を親に持たれる AT が昔言ってました。正しいと思います。正しいと思います。私は言わないですね。あと神とかできるだけ言わないようにしてます。はい。なんか失礼かなと思って。OMG、 まあでもそれは Oh my God の略ですからね。はい。OMG って言います。ああ、なるほど。OMG、そういうことか。私まだ慣れてない。OMG。だったら、あれなんかな。なんかちょっと軽いのかな。もしかして。ビハインで。なっちゃうこのビハインで。何ですか？ビハインで。ワンダイレクションのワンテン。あ、そうなんですね。もうそれは、神のことを違う言葉で言ってるんですね。石川さん、ワンダイレクションのファンですね。ビハインド。これ何ですか？何ですか？これちょっと違うってことですか？先週授業で、歌歌ったんですね。石川さん。長草さん、ジーザスは似て非なるものなのですか？何と似て非なるものなんですかね？オーマイグッネス、千代ちゃん、オーマイグッネスもあるね。オーマイグッネス、これもよく聞く。発音の違い、いっぱいあるね。これ、西と東の違い？ビハインド、ビハインド、あ、び、ちょっと待って。ビハインド、ビハインドと？ビハインド、ビハインド、そうなの？へえ、全然違うじゃん。ビハインド、ビハインド、ビハインド。へえー、そうなんだ。ドラマ見てたら気がつくかな。もっとドラマ見よう。最近ちょっとドラマお休みしてました私。西、私がよく見てるアメリカのドラマでとても好きなのが、西海岸が西海岸が、なんていうんですかね。なんていうんだっけ。西海岸が、のお話なのは、ビッグバンセオリーですね。はい。あれ大好き。ビハインドで習ったけど、バハインドって発音する人もいるのよ。そうなんだ。オフンとオフトゥンみたいな違いなのかな。へえ、バハインド。へえ、ビハイン、ビハイン、ビハイン、バハイン、バハイン。ああ、バハイン。バハインってもし言われたとしても、ビハインドだなってなっちゃうわかるよね。発音ってほんのちょっとのなんか、ほんのちょっとの違いで全然変わって、例えば、ビハインドって私たちは習ったのに、バハインドって言ってるから何のことかわからないっていうことになっちゃう人もきっといたりするよね。Have mercy。これ mercy っていうと、これキリスト教用語になるのかな。よくこれはチャーチで聞きましたね。英語って難しい。最近喋ってない。発音のこととかだけでも、地域性だったりとかいろいろありますよね。あとは話す言葉と歌うのがちょっと違ったりとか、伸ばすところがたりとかするだけで発音の仕方変わったりとかね、しますしね。たまんねえぜって意味？もしかして歌の歌詞で？
歌の歌詞で、じゃあそれってどういうところで使われてたのかな、気になるな、気になるな。なんかあの、なんていうのかな、それそのものの言葉を言わなくて違う言葉にあの言い換えたりとかすること多いですね。特にあの性的表現なんかって思いませんか。ちょっと大人の顔ちょっと大人の顔、ほらもう10時半になろうとしてるしね、うん、なんかあの違う言葉でってね、はあ、それどういう意味、フルハウス、ボンタケの意味、フルハウスってどういう意味、私それ聞いたことないんだけど。スラングは頻繁に使われるものなのかな、使われると思います、はい。で、あのどんどんスラングって新しいのが生まれていくと思います、はい。だからちょっと離れてるだけで、あ、そんな言い方するんだっていうのがあのいっぱい出てきますね。なのであの本で見てるものも使われてたりとか、あのネットで調べたものが使われてたりとかもするんですけど、あのそうじゃないものが生まれたりとかします。あとは私思うんですけど、あの人種によって使う言葉も違ったりとかしますよね、うん、あの白人の人は使うけど黒人の人は使わないとか、なんか、うん、黒人の人は使うけど白人の人は使わないとかっていうのあったりとかもしますよね。あんまりなんかそういうふうに分けるのはいけないのかもしれないし、あのあまりいいことなの、いい例じゃないのかもしれないんですけど、なんか独特の言い回しとか独特の発音とかありますよね。Anyway, there are so many dialects ですね。Dialects in the U.S. and there, yeah, いっぱいありますね。やっぱり Welcome to the Hotel California と G の発音していますよ。おお、Welcome to the Hotel California D ですね。D、そうですよね。あの The って言いますけど、あれもともとは The だと思うんですよね。なので、the って、hotel だから、o だから、the hotel じゃなくて、the hotel って言ってるってことを言ってますね、神さん。私は、ちょっとあの詳しくないんですけど、私の想像で言わせてもらうんでしたら、次に来る、ザの次に来る、名詞が、母音で始まらないものであれ、the っていうこと多いです。強調するときにはそう言ったりとかするんじゃないかなと思いますね。ホテルですとザですよね。the hotel。うん、そうだと思います。けれども、そのザではなくて、なんかもっとなんかあのホテルだって言ってるっていうことで the だと思いますね。あのなんていうか本当に強調するときには the なんとかって言ったりとかします。あの母音で始まらなかったとしても違います。おモナちゃんパパ、表記上は the をつけるけど読むときはザを読まないってのありますか。え、みんな読むんじゃないんですかね。読まないことはないと思いますね。どうですかね。あ、うーん、いや、よっぽど読むと思いますね。ただあのもしかしたらザ THE のザねとかあみたいなこの漢詩ってあんまり強く言わないんですよね。その
それが大事ではなくて、その次に来るその名詞が大事だったりとかするので、そっちの方を強く発音するから聞こえない時はあるかもしれないですね。どうでしょう、アメリカ勢、あとはあの英語の人たちみんな言うと思うんですけどね、ただ聞き取れないぐらい弱い時があるっていう感じだと私は思いますね。どうでしょう、どうでしょう、なんかいいですね、この英語談義いいですね。私も勉強になる、本当に私のためにこれがあるような感じですね。あら、皆さん浮気中浮気中もしくは一斉に打ってる、出会ってほしい26名の方、どうかな、どうかな。あ、ありがとうございます。あ、桑原先生ありがとうございます。うちの家族は米人ですが、ザとジの違い知りません。英検なんかの発音問題もできません。 Thank you very much、 ありがとうございます桑原先生。そうですよね、ザとジの違い知りません。わかります、なんか特に区別してないような気がします。私も英検なんかの発音問題、どこに脅迫とかそういうことですよね。あとこれとこの発音一緒とか、多分私も日本ってすごく細かく勉強してるんだなって思います。はい、ありがとう桑原先生。はい、ジャイラ、そうですね、はいはい、なっちゃん、リンガナ的な強調して発音の時は G かな。そうですよね、私もそう思うんですよね。なんか別にあのそれザじゃないかなっていう時も D とかっていう人たちいっぱいいましたね。で特にあの Welcome to the Hotel California、 そのダーン、ホテルカリフォルニアって言ってるような気がするので、だってあのちょっとそのホテルって特殊なところでしたよね、神さん。ああ、あのみたいな、一部では有名なみたいな、そんなホテルだと思うんですよ、そのホテルカリフォルニアは。なので The なんじゃないかなって思いますね。その通りと私が言ってることに岸川さんがそうですって言ってくださってると嬉しいです。愛しのエリア歌ってみてください。日本語の部分しか私知らないです。あ、きっとジって言ってるんですね。幽霊の出る、そうなんですね、幽霊が出るらしいですね、ホテルカリフォルニアでもなんかすごい不可解な意味だった、あの歌詞だったりとかするですよね。あ、笑ってもっとベイベー、素敵にオーマイマイ、映ってもっとベイベー、だら、あ、日本語でした笑いましょう皆さんね、ベイビーズ笑いましょう、乾杯。いやちょっと空腹忘れてましたありがとうございます、皆さんのおかげですはい、いや皆さんのおかげでちょっと知的な話ができて嬉しいな。ちょ、これでかいね、やっぱりグルーガンでビシビシつけました。もともとね、ちっちゃいやつが、薄っぺらいやつが下の方にあります。はい、石川さん、桑田佳祐の歌い方、英語の歌もそんな感じに変化しますね、しますね。というかもう、もうその人オリジナルになっていくというか。お、LP 内ジャケットにはいっぱい写ってますよ。そう、神さんなんかあのレコードとか結構集めてらっしゃいます。もしかして。あ、エリカさん、ハロー、ヤッホー、エリカ元気？なんかプロテストの動画を見ましたよ。あ、ハロー、ジェームス。皆さん、ジェームスさんも、エリカさんも来てます。ハロー、ジェームス、how are you? Wow! I miss you! ハロー。
やっとエリカさんここでつながりましたね。会話ができて嬉しいですよ、本当に。エリカ、いや、Hi, James。エリカさん、あ、いいですね。エリカに反応してる人がいる、嬉しい。ね、エリカもね、この4月、5月とか、ね、日本ツアーの予定だったね。日本ツアーの予定だったけど、今、エリカ、ニューヨークにいまして、ね、来られなかったんですよ、日本にツアー。この今来てる、エリカ松尾さん、エリカなんだけどね、またきっと、タイミングが、その時が来たら、日本にツアーに来ると思いますので、ぜひ、その時が来たら、エリカに会いに行ってください。もう私彼女の歌が大好きなんですよ。なんだろう、前言ったかな、もうエリカの歌が大好きで、あとここに来てるジェームスのトランペットも大好きなんですけど、 I love your trumpet, James, and I love your way of singing, エリカ。そうなんですよ。もうシンガーさんなんです。ジャズシンガーなんですけどね、エリカ。すごい情熱的にエモーショナルに歌うんですよ。あと、とすごいなんか琴線に触れる声なんですよね、彼女の声は。ぜひいつかね、日本に来たエリカの歌を聴いてください。あとはジェームス ジェームスは桐生ナブ子さんの旦那さんです。もしかしてこれジェームスの向こう側にナブちゃんがいるんじゃないかなって思ったりとかする いとこ、じゃあ歌で英語を覚えたら間違って覚えちゃうこともありそうだね。そうね。そうね。うん。やっと起きれた。おはよう、エリカさん。あ、なっちゃんともご挨拶してる。今日は英語、あ、安田さん、英語レッスン。英語の、あれですよ。フォーラムですね。もしや。ね。ああ、若菜ちゃん、エリカさんのライブ見たいです。もう次に来たら一緒に見に行こう。また誘う。昔、コカ・コーラのトラックに乗ってました、エリカさん。あ、そうなの？え、コカ・コーラのトラックに。あ、爽健ビチャーの CM の歌を歌ってたよね、エリカね。それのことかな？ Oh, James, thank you! I love your group. ありがとうございます。We love you, James. まさこ、ありがとう。まさこの歌声も大好きだ。あ、ありがとう、エリカさん。あ、そうか。あ、モナちゃん、パパ、そうなの。爽健ビチャの歌歌ってた人ですよ、エリカさんは。ねえ、あれは、なんか、すごいなって思ったよね。うん。いや、ここにいるエリカさんですよ。トラックに乗ってたの？トラックに乗ってたの？ ああ。いやー、ニューヨークに飛んでいけるものなら今行きたいな。うん。あ、嬉しい。エリカがありがとうございますって言ってます。そう、この前、去年の10月に弁天屋がニューヨークに行った時には、エリカその時日本にいたのよね。だから会えなかったの、ニューヨークでは。入れ替わりだった。今度は4月にエリカが来るからって思ったら、いや、でももしかしたら私たちアメリカに行くから会えないかもって言ったら違う意味で会えなかった。残念でした。あ、そうなの？その時、コーラのトラック乗りでした、私。モナちゃんパパ、そうなの？やだー。素敵なご縁。エリカさん、ここに川島さんって方いらっしゃるんですけど、近い関係だったみたいですよ、どうやら。いやー、いいですね。なんかこういうの、ご縁じゃないですか、もしかしてこれって。うわー、こういうの大好き。こういうの大好き。いや、あ、30、今31名、30名の方、ありがとうございます。いやいやいや、いや、今日もね、アメリカからたくさんの人たちが来ていただいて、そして日本からも、日本全国から、マサの部屋、数あるね、ライブ配信とか、テレビ番組とかの中から、バーチャルスマスバうまくいないバーチャルスナックマーサの部屋を選んでいただきまして、本当にありがとうございます。ね、エリカさん、すごいご縁だよね
わお、まさかマサさんの大親友だなんてびっくり、今となってびっくり。ああ、もう大親友って言ってもいいエリカ、私親友だと思ってるよ、本当に。てか、エリカと一緒に和歌にあったっていう、ジャドーさんね、竜宮のね、竜宮の宮司の。っていう話も前もしたけれども、覚えてらっしゃる方いるかな？そうそう、この、バーチャルスナックマンサの部屋第12回目も後々、なんだっけ、そうそうそう、弁天屋の鍋の地の弁天屋の YouTube チャンネルにアーカイブとして残しますので、ぜひよかったら、時々トイレにとか、違うものに一瞬目が奪われてみたいな、そんな人もいらっしゃったと思うんですよ。いいの、いいんです、いいんです。その人たちはまた YouTube の方で復習していただけたらなと思います。お 酒井さんも「エリカちゃん」って言ってます。もうエリカと酒井さんもお友達なんですよね。 いやー、いいですね。ああ、オフコース、まさか、懐かしかね、若。そうね、懐かしいよね。そう、さっきまでね、若も来てたんだよ、ここに。嬉しいね。なんか、若の話をするたびに、エリカと時の衝撃的な出会いとか、思い出さずにはいられない、本当に。ねえ、みんな、いや、なんかここにいる人たち、知らないところでもきっとどこかですれ違ってたりとかしてるんじゃないんですかね。あ、寺田さんもいらっしゃいませ。おはようございます。菱川さん、フェイスブックでエリカさんのお顔拝見。なんかマーサさんと雰囲気が似てますね。あ、本当ですか。嬉しい。 嬉しいです。私は結構普通なんですけど、エリカクレイジーですからね。クレイジー。いい意味でね。In a good way. She's crazy. Crazy girl. って結構周りにも言われてました。いや、素敵なシンガーですよ、本当に。 いや、私は本当に皆さんと会えて嬉しいです。 エリカともね、ニューヨークで会った人たちもそうだし、ね、なっちゃんもね、ニューヨークで会ってるしね。あとは日本で弁天屋のメンバー、弁天のマーサーになってから出会った方たちとも、これはご縁ですねって本当に思います。引き続き弁天屋のことも弁天屋のマーサーのことも愛してくださったらと思います。本当にありがとうございます。あと、雅子可愛いとしてもなんだか愛してくださいって話なんですけど。 ちょっと待ってください。トゥイステッド聞きたいね。聞きたいね、なっちゃん。そう、トゥイステッドっていう、エリカが歌うと素晴らしい歌があるんですよ。これぜひね、ぜひ、日本に来た時、もしくは私たちが、日本にエリカが来た時、もしくは私たちが、ニューヨークに行った時とかにね、エリカ、きっとどこかで、ライブやってると思うんで、彼女の歌はぜひ聴いていただけたらと思います。日本の誇りですよ。ねえ、あ、そっか、エリカ、酒井さんと同じくニューヨークに住んでても今もう会えないもんね。ありがとうございます。ね、本当に菱川さん、ぜひ名古屋に、あとは名古屋じゃなかったとしても、エリカが歌っている時が見つけられたら、その時が来たらぜひ聴いて欲しいなと思います。ねえ、なっちゃん。 ね、さあ、またね、本当は10時半に終わろうと思って、またちょっとした延長営業してますけど、バーチャルスナックマーサの部屋、相変わらずこんな感じ。いやー、なっちゃん、まさか、嬉しか、嬉しい、私も嬉しい。森のロン、これ、もちのロンじゃないですか。 石川さん、ぜひぜひ、
なんか楽しいこと考えましょう。この自由にいろんなところに行けるようになったらこうしようかなとか、あとはそのためにはいろんな人のフェイスブックでね、こういう人がここに来てたんだとか、あとこういう配信もあるんだなとか、フェイスブックに限らずインスタライブもあるし、あとはここあとジェームスは来てたの、ジェームスどっか行っちゃったかな、ナブちゃん、ニューヨークにいるシンガーの方 の, ワークショップが受けられたりとか、あとは明日かな、日曜日の確か日曜日のニューヨーク時間で、ね、日曜日の1時半とかにバリー・ハリスさんのワークショップがあって、リモートで受けられるんですけど、う起きてられるかな、次の日どうかなっていうちょっと不安な感じもありますけれどもね、そういった時差を超えていろんな国のいろんなものに触れるのもこんな機会だからいいんじゃないでしょうかね。本当に、あ、石川さん、明日からまた生徒たちに会える楽しみです、素晴らしい、いい立派です立派です、私もそういう気持ちでいかないとね。なので明日のために皆さん、そろそろ今日はこの辺でってことにしようかなと思います。ちょっとね、復習、はい、PC と Mac の違いっていうの、あとラップトップとかね、その話をしましたね。あとはニューヨークの正文酒井さんが今日の9時から NHK の BS1 で世界とつながる夜ウクレレでリレー音楽祭第2弾やってましたよっていうのと、あとは水曜日は、名古屋のチンドン弁天屋の YouTube チャンネルから、宅飲み数字で、数字が水曜日9時から、生配信やってますので、みんな一緒に飲みましょうっていうのと、あとはそれ以外の日にも数字はライブ812っていうアプリから、ライバーとして活動をしているっていう話もありましたね。ぜひそちらもチェキラでお願いします。はい、誠さんいらっしゃいませ、こんばんは。そろそろ締めようかなって思ってるんですけど、いいかな、また来週もここフェイスブック名古屋のちんどん弁天屋のこのフェイスブックのページからライブ配信をしようかなって思ってるんですけれども、次回の第13回もまたもしかしたらリアルマーサの部屋からやるかもしれないんですけど、いやー、あ、またね、ありがとう、ようこそまた来週も皆さん来てくれるかな、くれるかな、皆さん来週も来てくれるかな、会いたか、ミスユーだよ本当に。で、誠さんおやすみなさいね。ぜひ来週もここでお会いできたらと思います。エリカももし起きられたらチラッと覗いてみて、英語の話でね、質問があったら答えてほしいなっていうところもあるんですよ。ありがとうございます。いいですとも、と皆さんありがとうございます。いいともありがとうございます。コマちゃんも、菱川さんも、いいともありがとう、ありがとうございます。モナちゃんパパ、また来週も会えるような気が、確信です、これは。はい。あ、なっちゃんもまた来週ね。うしも、いいとも、ありがとう。ちよちゃんも、いつもありがとう。そして、あ、わかなちゃん、of course! ありがとうございます。I know! 菱田さんも、今日は勉強になりました。いいとも、ありがとう。先生がいっぱいいる感じですね、本当に。あ、桑原先生も、いいとも、いただきました。ありがとうございます。それでは、今日も良い夢を皆さん見ていただけたらなと思います。はい、あずきちゃんもありがとう、いいとも、もう皆さんにいいとも言ってもらわないとこれ終われないですね、本当にね。あ、sleep tight, thank you, you too、 暑さに負けずに頑張りましょう。あとは水分補給気をつけてね、あとはマスクあるからね、体温調整も気をつけてください。一緒か、頑張ろう、でも私も頑張る、いいとも、おやすみなさい。かなちゃんもありがとう。お疲れちゃんも、かなちゃんもありがとう。また来週ね。うん。あ、安田さんも、あ、時間外はぜひ、いいとも、いただきました。はい。あ、金吾さんも来てくれてる。ありがとう。はい。いっぱい宣伝ありがとうございました。おやすみなさい。いえ、とんでもない。マイプレジャーです。本当に。それでは、皆さん。
sleep tight and see you next time. Bye bye.